家に風船あげててさ、なんか不気味なんだよね。島初めてだな。順調か？契約切れ。行ってこい。母ちゃんちゃんと守るんで。二人も殺しといてからに。教師しとるんよね。けど辞めちゃったんですよね、教師。島で流れる時間の中で、昔はあんなんじゃなかったんですけどね。過去と向き合い、母さんの病気っていつから分かってたの？もがきながら、島の人たちみんな心配してますよ。歩み続ける人々を描く。に会えた時に恥ずかしくない生き方しようって。飛べない風船。